で韓国だけ解釈がおかしい。皆様お疲れ様です。パーソナリティのあやめです。日本映画制作者連盟英連の発表によると、2023年の邦画の興行収入1位はザ・ファースト・スラムダンクの158億7000万円、2位は名探偵コナン黒金のサブマリン、3位は君たちはどう生きるかとなっており、邦画アニメの強さを見せつける結果となりました。またザ・ファースト・スラムダンクや君たちはどう生きるかは海外でも大きな話題に。特に君たちはどう生きるかは北米において歴代ジブリ作品の中でも最高額の興行収入を記録し、アカデミー賞の長編アニメーション賞を受賞するなど、映画史に残る名作となりました。しかし海外で高く評価されているのはアニメ映画ばかりではありません。今回取り上げるのは2023年の邦画興行収入ランキングにおいて5位を記録したゴジラマイナスワン。本作は2016年公開のシン・ゴジラ以来7年ぶりとなる新作ゴジラ映画で、神木隆之介と浜辺美波の朝ドラコンビが共演したことでも話題となりました。予告編やポスターの公開時から注目を集めていた本作は国内外で大ヒットを記録し、数々の映画賞も受賞。なぜゴジラマイナスワンは日本だけではなく海外でも大人気となったのでしょうか。また本作は世界中で大ヒットしたにもかかわらず、韓国では上映されていないのですが、それには韓国ならではの事情があるとのこと。なぜ韓国ではゴジラマイナスワンを上映することができなかったのでしょうか。早速見てみましょう。世界中で大ヒットのゴジラマイナスワン。ゴジラマイナスワンは2023年11月3日公開の日本映画。戦後間もない日本を舞台とした怪獣映画で、山崎隆が VFX 視覚効果脚本監督を務めています。タイトルのマイナスワンに込められているのは、戦後ゼロになった日本へ追い打ちをかけるように現れたゴジラがこの国をマイナスに叩き落とすという意味。ゴジラシリーズでは37作目、国産の実写作品では30作目であり、ゴジラ生誕70周年記念作品と位置づけられています。第96回アカデミー賞では邦画アジア映画としては初となる視覚効果賞を受賞。映画史に名を残すそうそうたる大作が並ぶ視覚効果賞の歴代受賞作と比較して、制作費が15億円以下とかなりの低予算だったことは世界中の映画関係者を驚かせました。日本での公開3日間の興行成績は、観客動員64万8600人、興行収入 10.4 億円を記録。前作シン・ゴジラの公開3日間の対比では興行収入が 122.8%、 観客動員が 114.7% となりました。その後もロングラン上映が続き、2024年5月6日までに観客動員は503万人を突破。2023年に日本で公開された実写映画ランキングとしては1位となる 75.8 億円の興行収入を記録しました。またアメリカではオープニング興行収入が1100万ドルを突破。これは1999年公開のゴジラ2000ミレニアムの全米興収を上回る成績であったほか、全米における実写系日本映画のオープニング興行収入記録も塗り替えるものとなりました。そして2024年2月1日時点での北米累計興収は5600万ドルを突破。2002年公開の中国映画ヒーローや2019年公開の韓国映画パラサイト半地下の家族を抜き、アジア実写映画としては歴代1位の興行収入となりました。
さらに辛口評価のことで知られるアメリカの映画評論サイトロッテントマトでは一般レビューは 98%、 批評家レビューでも 98% という高い評価を維持。2024年6月16日現在、観客が鑑賞体験をアルファベットで評価するシネマスコアでは A 評価を獲得しました。映画監督のギレルモ・デルトロは本作を歴代ゴジラシリーズの中でもベスト3に入る傑作であると SNS で絶賛。映画俳優のサイモン・ペックも真のゴジラ映画として本作を評価しています。本作がアメリカでこれほどまでに大ヒットした理由は、実はアメリカ人にとってゴジラは非常に身近な存在だから。ゴジラという言葉はアメリカにおいて巨大や凄まじいパワーといった意味の比喩として広く使われているのです。反核・反戦の色が強い初代ゴジラのアメリカ版は当時のアメリカ国民の心情に合わせて大きく改変。原爆や第二次世界大戦を暗示するシーンやセリフが全て排除され、核実験や原爆投下でさえも正当化するかのような結末にすり替えられていました。またその後の昭和のゴジラ作品でもゴジラは地球を守る救世主、あるいは正義の味方のようなキャラクターに。1978年から1979年にはアメリカ製のゴジラのテレビアニメも大ヒットし、アメリカの子供たちにとってゴジラはヒーローとなりました。さらに近年はアメリカでも核の恐怖を描いたものとしてのゴジラ映画への理解が急速に拡大。若者たちも単なる怪獣映画としてではなく、より深い意味を持つ存在としてゴジラを認識するようになりました。2014年公開のゴジラをはじめとしたモンスターバースシリーズのゴジラ映画も、核実験や原発事故、環境破壊といった現実世界の問題に言及し、視聴者の興味を喚起。映画を通じてこれらの問題が若い観客に伝わっていたこともゴジラマイナスワンが大ヒットした背景の一つになっているのかもしれません。また2024年6月1日にはネットフリックスで日本以外の全世界を対象とした配信がスタートし、ネットフリックスのほか iTunes などのランキングで初日に1位を獲得。ネットフリックスの映画チャートと VOD ビデオオンデマンドチャートの両方で同時に1位を獲得した史上初の映画となり、過去に例がないほどの人気を集めています。韓国の斜めな解釈が海外のネット上で話題に。このように世界中で絶賛されているゴジラマイナスワン、ところが韓国ではなぜか本作を批判する声が続出しているというのです。問題となっているのは主人公の光一がゴジラの口に戦闘機で突っ込むシーン。このシーンが韓国人の間では神風賛美と捉えられているようです。そんな韓国の解釈に対して海外のネット上ではツッコミが殺到。寄せられたコメントの一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。韓国は相変わらず日本に難癖をつけているのか。日本のことが気に入らないからこの作品を無理やり問題作に仕立て上げたいだけだろ。韓国人は映画を見ずに批判しているんでしょ。兵士を使い捨てにした政府は批判されていたし、神風を美化していたのは政府だけだったわ。解釈が間違っているよ。光一はゴジラの口に突っ込んだ後も生きていることを喜んでいたし、生きることを恥じるなというのが映画全体のメッセージだろう。東南アジアで上映されないのはこういうことが理由なのかもね。もっと落ち着いて素直に映画を楽しめばいいのに。映画の趣旨としては自爆攻撃を否定している。だけどターゲットに突っ込むという行動にはちょっとショックを受けたよ。韓国人の約9割が認知バイアスを持っているという調査結果もあるからね。
彼らは物事をフラットに見ることができないのさ。韓国が神風絡みで日本の作品を批判した例は過去にもいくつかあります。その一つが韓国でも多くのファンを獲得している呪術廻戦。単行本12巻に神風特攻隊を彷彿とさせる表現があるとして物議を醸したというのです。問題となったのはカラスを敵に突撃させて自死させる神風バードストライクという戦術。またこの技を使う呪術師の私のために死んでくれるかいというセリフも特攻隊員をモチーフにしたのではないかと疑う声が上がり、戦犯国家の集団狂気を連想させるという批判にまでつながったそうですよ。韓国で上映されない理由。韓国でゴジラマイナスワンの上映が見送られたのには複数の要因が考えられます。まず挙げられる要因は本作の時代設定が戦後の日本である点。皆さんもよくご存知のように日本と韓国は歴史的に複雑な関係にあります。そのため特に戦時中や戦後の出来事は今なお両国間の緊張を引き起こすトピックの一つに。たとえ作品に政治的なメッセージが含まれなかったとしてもこの時代背景を持つだけで韓国での需要には大きな障壁となりうるのです。また過去にも日本関連のコンテンツで見られたように韓国国内での日本文化製品に対する反応はしばしば政治的な問題と密接に結びついています。例えば2023年に配信されたアメリカのドラマモナーク・レガシー・オブ・モンスターズにおける日本語表記の問題は韓国の愛国団体からの抗議メールに発展。このような政治的敏感さがゴジラマイナスワンの上映を困難にする一因となっています。作品内で描かれているのは戦後の貧困や混乱。これらのテーマがどのように扱われているのかについても韓国国内での解釈や受け止め方に大きな違いが生じる可能性があります。韓国国内で日本関連のコンテンツが批判される傾向には歴史的背景や現在進行形の政治的な緊張が大きく影響。例えば鬼滅の刃やジブリ映画風立ちぬの時代設定が過去に韓国で批判されましたが、文化的なコンテンツであってもその時代背景や描写が韓国での需要に影響を及ぼすことは少なくないのです。要するにゴジラマイナスワンが韓国で上映されないのは文化的、歴史的、政治的な複数の要素が絡み合っているから。映画が持つ時代背景、日本文化製品に対する複雑な感情、政治的な敏感さが相互に影響し合い、結果として上映が見送られているのです。まとめ、ゴジラマイナスワンはエンターテインメント性の高いだけの単純な怪獣映画ではありません。本作が戦後の日本を舞台に描いているのは深い人間ドラマや社会の復興、そして人類と自然、もしくは超自然との関係を探求しています。その見どころは緻密なストーリー構成と圧倒的な映像美。見るものをただ驚かせるだけではなく深く考えさせる内容になっています。登場人物たちは壊滅的な状況からの復興、失ったものへの悲しみ、そして未来への希望を共有。息を呑むほどに大迫力な映像がそれらのシーンをさらに盛り上げています。ゴジラと戦う人間たちの姿は高度な CGI と特撮技術によってリアルに再現。特にゴジラが登場するシーンの映像は見るものを圧倒し、スクリーンから目が離せなくなります。また本作は社会への深いメッセージも持った作品であり、ゴジラという存在は
自然の力や人類の傲慢さに対するメタファー、暗喩として機能。現代社会が直面している環境問題や科学技術の進歩に対する警鐘を鳴らしています。本作が問いかけているのは、人類と自然がどのようにして共存していくべきなのか、そして未来への責任をどのように果たしていくべきなのかということ。本作が韓国で上映されないことは残念ですが、この映画が持つ価値と魅力は変わりません。ゴジラマイナスワンは日本の文化や技術、そして映画制作への情熱を世界に示す素晴らしい作品だと言えるでしょう。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。